赤赤来たよ、みんな来た。エースなんだけどさ。どうも皆さんこんにちは、さとみです。さあ今回もツイステで遊んで遊ばれるのは俺なんだけどそうでございます。なんとですね、バースデーガチャ第2弾が実装されたということで、そちらのガチャの方を今回引いていこうかなと思いまして、いやーきつい、いやマジできつい。もうみんなの言いたいこと本当にわかる。あの最近ね、嬉しいことにガチャがめちゃめちゃハイスパンで来てる5章実装の時にルークガチャでしょ、ジャミル誕生日の時にバースデーガチャで、今回エースの誕生日ガチャ、そして5章後半が配信された時に見えてる、多分ビルが来るんじゃないかなって思ってる。まあ、これは来ないかもしれないんだけど、というところでね、ちょっと急に新 SSR ガチャラッシュが来てて、まあ辛いと。嬉しい7割、辛い3割っていう、辛いというか、厳しい。どこに石を使おうかっていうすごい悩みどころだとは思うんだけど、でもね今回エースの SSR のイラストがめちゃめちゃいいっていう噂を聞いていて、早速イラストの方を確認していってもよろしいか。はい、というわけでこちらです。あ、バースデーカードみたいになっていて、グルービー化させた時にもうデロンっていうイラストがバーンって出てくるっていう。で、何がいいっても顔がいいわ。エースめちゃめちゃ好きなんだよね。ツイステの中でも多分3本の指に入るぐらいエースが好きで。ちなみに、ここの提供一覧を押して、カード詳細っていうところを押すと、グルービー化後に変更っていうボタンがあって、ここを押すとグルービー化後の写真が見れるんだけど、ちょっと、一足先に、いつか見ちゃって。いや、もちろん編集の時に隠すんだけど、ちょっと俺のこのリアクションだけ楽しんでいくよ。はい!お?え?うわ、え、ちょ待って。わあ。めっちゃかっこええやん。なんか、ゲーム内だからズームできないから、あの、スマホの端末を俺の顔面にすごい近づけてるんだけど、あの、うわーとかじゃない。なんか、え?っていう。うわ。めっちゃいいやん。あのね、総評すると今までのツイステの SSR の中で、ダントツで好きかもしんない。これ、良すぎる。これは、4凸目指しちゃおうかな4凸目指しちゃおうかなとか言うてね、言うてあれなんだけど、ま、ちょっとじゃあまず行こう。この1周目で何枚引けるかによって俺のモチベーション変わるから、とりあえず1周行く。で、1周で1枚だったらちょっときついかなっていうところはあるんだけど、まあまずジャブですよ、初手10連いきます。でもね、なんか噂によったら、まあ今回も例のごとく1回で出たとか10回で出たっていう人いるから、いや待って、でもこのゲーム物欲センサー働くってよく聞くんだよね、みんなが言ってる気がする。欲しくないキャラだったらなんかすぐ出るのにみたいな、そういう声割と聞くんだよね。で、今俺グルービー化のイラストを眺めてた時間が長いから、ちょっとゲームに物欲センサー的に言えばちょっと感じ取られてるかもしれない。エペル、そしてジェイド、そしてジャック、エースなんだけどね。欲しいのエースなんだが、R のエースじゃないんだよ。なんでレオナと。あ、これ1回目は来ないな。あ、10連で出る。あの、前世でどれだけ得を積んだんだ、この人っていう状態にはならなかったわ。俺、初手で出ることなんかあったっけな、今までで。フェアリー柄ガチャかな。フェアリー柄ガチャのレオナが、初手で SSR2 枚来て、あそこでもう4凸させるしかないなって、俺の中で何かが動いてから、割とこのゲーム結構4凸、下がり屋になっちゃって今ね、4凸のキャラが割と多いんだよね。してないキャラ、あ、あるわ。うん、なんか1キャラぐらいあった気がする。ほい、イデア君、そしてみんな香水、みんな香水に GoTo 香水だよ。もうなんかな、香水の使い道がもうちょっと増えたらいいんだけどな。多分、明らかに一生使い切れないぐらいの香水持ってるんだよね、もう。さあ、3周目。俺ね、ここで出る気がする。なんか、嗅覚が、告げてる。ね、いろんなゲームの、ソシャゲのガチャ回してきた、嗅覚が、この10周じゃねえわ。10周だったら全部だわ。この1周で、この10連中に出るっていう、告げてる。俺の、ガチャ回しの際が、覚醒してる、今。さあ、来るよ。あのね、次で来る。はい、ここはコーナーいい。まあまあ、SR、これも全然いいですよ。はい、ここもコーナーいい。次来るよ、みんな。これマジで。本当に、告げてる、俺の五感が。いきます。じゃあもう、ここから飛ばさないから。まず、色が赤じゃん、絶対に。
一個ちょっとかけ違えたかも、ボタンみたいな感じで。次来る、次。ちょっとかけ違えた。ここね、ここの話ね。ここで来る。まあ、色赤。すごいなんか、残念だったね。俺だよみたいな感じで腕組んでるけど。違うか。おかしいな。ガチャの嗅覚なかったかもしんない。いやー、今回出ないな。やっぱ物欲働いてんのかな。俗に言う。エースのイラスト眺めすぎたっていうのがでかいかもしれない。もうなんか出る気しないもん。今のところで出なかったら、もうなんか覇気を感じられない。ホールケーキの最初の一口、今日は俺が食べても首を跳ねられないよね。うおー、めちゃめちゃかっこいい。やばい、イラストがズームになったからめちゃめちゃ見やすい。これグルービー構えからめっちゃいいじゃん。おめかしバースで超かっこいいな。これ出たし、としてあのガチャの嗅覚の際なかったわ俺に。ね、うわぁ、背景もいいな。あ、迷ったらチェリーパイでもいいぜ。かわいい。かわいい。おいしょ。いやー、無事に出たな。無事にではないんだけど、うん、ここまでもう40連か、でも早い方だよね。なんか、気持ち的に50連までで1枚引けたらラッキーなのかなっていう感覚。で、100連で1枚で、まあ妥当だよなっていう。天井すり抜けてから、ドンマイって感じ。天井まではまあ、そんぐらい低いよねっていう確率ではあるよな。さあ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 。あと50回の間に、どれだけ4凸まで持っていけるか。だけどなんかね、来る気しないな。でも、100連まで1枚も来ない状態よりも、もう心の、なんか、落ち着きとか違うよね。安定度が。もう1枚出たし、みたいな。ヒヤヒヤすんだよな。100連まで出ないと。天井抜けるから。天井を抜けた時のあの気持ち何とも言えないからな。さあ行くよーん。出るか？なんかね、出る気がする。あ、今回出る気するわ。感じる。エースを感じてる今。この10連の回の中から。あ、来る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 。絶対来る絶対来る。あーもう絶対来る絶対。あ、ここここここ。ここここ。デュースの後に続いて。あ、あか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 。僕だよ。僕だよ。みたいな。トレイさんね。ちょっと意地悪そうな顔がぴったりだね今。さあというわけであと30回になってまいりました。迷いどころだよね。50連まで引いたらやっぱ残り50回引いて確定の1枠を手に入れておいた方がまあお得っちゃお得だよね。その50回無駄にしちゃうよりはね、せっかく積み上げた50回。 SR 今回めっちゃ引くな。まあそんな甘くないか、やっぱ SSR の壁は。でこれが90連目と。今回エースが出ないと1周しかしない。4凸しない。1枚だったら。ホールケーキの最初の一口、嘘でしょ。今日は俺が食べても首を跳ねられないよね。マジか。いや嬉しいんだけど、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、もう一周走りたい気持ちにさせんのやめて。でもこれまだ100連目じゃないから、ここから始まる。100連目のガチャでもう1枚抜いたらまあ4凸したい気にもなってくるんだよな、不思議と。あと2個って考えたらね、ちょっと肩の荷がだいぶ重くな、軽くなるよ。重くなっちゃダメだな。重くなっちゃダメなんだけど。じゃあみんな行きますよ。これ、上限。行きます。さあ。まあ1枚は、確実に、抜けるんだけど、まあエースかどうかはわかんない。赤赤赤赤赤。ドン。はい。さあ来い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 。この色大事だから。この色。はい。さあ行くよ。さあ来い来い。はい。ディアソムニアに関しては、SSR が実装されてないから、もう色見た瞬間に当たりはないなっていう、その、確定演出。なんかまだドキドキしたよね。赤赤来たよ、みんな来た。エースなんだけどさ、エースなんだけどさ。さあ、ガンガン行くぜ、リドル。そして、あ、待って、やばい。これ1枚しか出ないわ。多分次確定。次の次かな、確定は。さあ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 、黄色。あ、ダメだ。もう次確定。さあ、この枠で何出るかな。赤赤赤赤赤。お、これはエース抜いたんじゃない？ホールケーキの最初。エース来ました。首を跳ねられないよね。じゃーん。ということで、一周で3枚は激アツなんだよな。熱いんだけど、いや、これ4凸どうしよっかな。3枚100連で来るのもすごく調子がいいんだけど、やばい、待って、めちゃめちゃ迷ってる。イベントが来るたびにもらえる香水とかで2つぐらいだったら全然あげれちゃうっていうのがちょっと迷いどころではあるよね。で、あと最近ガチャめっちゃ来てる。
あと微妙に100連に行く石が足りないっていう、250ぐらい足りないっていうのが、あ、じゃあ分かったよ。そんなことみんなが言うんだったら、じゃあもう一回引くわ。で、もう一回引いて、次の10連で出たら、4突目指します。あ、なんかでもそう言われたら出る気がしてきたわ。行くね。ここで全部かかってる。さあ、行くぜ。エース。さあ、来るぜ。見とけ。演出入るからな。なんか来そう。感じてる。エースの鼓動を感じてる。さあ、来い。エース。エース。次だね。ここで来るわ。はい、ここ。まず赤色絶対来る。赤。あかん。赤じゃない、あかん。まあまあまあ、次あるしょ。あと一回あるしょ。あと一回。あと一回来るよ。あと一回。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。